エルンスト2世イレオポルトは、ヘッセンローテンブルク砲白。ヘッセンローテンブルク砲白ビルヘルム一世とその妻の、マリア,アンナツーレイ,イコールベルトハイムイコールロシュホールの、間の、第8子、長男。1725年に、父が死ぬと、ヘッセンカッセル砲白領の分法領を、ローテンブルガークバルトのローテンブルク地域を相続した。ヘッセンローテンブルク砲白家の当主だった間に、 エルンスト二世レオポルトは、ブルーメンシュタインに、ビルデックの狩猟用生館を建設した。また、七百三十九年には、領地内に、ユダヤ教徒のための学校と墓地を建設することを認可し、ローテンブルクのユダヤ人共同体の形成を基礎を作った。エルンスト二世レオポルトは、宗主であり、本家のヘッセンカッセル疱白家やローテンブルガークバルトの盗賊たちとは、 おおむね良好な関係を保ったが、保守的なクバるとの管理とは対立していた。1704年に、母方の親族にあたる、レイイコールベルトハイムイコールローシフォール子マクシミリアン・カールの娘エレオ・ノーレと結婚し、マニヨン男6女の10人の子女を設けた。ありがとうございます。